マ山猫族は、食肉目コ科に分類される属。欧米での呼び方をそのまま用いて、リンクスと称することもある。体長85から115センチ。尾は短い。アメリカに生息するカナダマ山猫は、平均12キロ。ユーラシアに生息するマ山猫は、平均22キロと体のサイズに開きがある。北米、ヨーロッパアジア北部に生息する。 雪の上でも楽にジャンプできるため、行動範囲が広く一番で 40km 移動することもある。カナダオオヤマネコは主にネズミやリス、昆虫、鳥、ウサギを捕食し、大柄なオオヤマネコはこれらに加えシカなどの大きな獲物も狙うことがある。天敵はピューマやオオカミ、クズリ等。以下の分類、英名は m s w 3に和名はナルシマとイザワに従う。 かつてカラカルを含めることもあったが、携帯情報や分子情報を用いた解析により、否定されている。化石を含む骨の携帯情報から推定された、リンクス属の進化史は以下の通りである。先進予から後進予にかけて、ヨーロッパ南部に分布した全滅種エルイシャダンシスが、現世すべてのリンクス属の祖先に当たると考えられる。アフリカからも、 この種に相当するより古い化石が産出しており、大山猫族の起源と考えることもある。ヨーロッパ南部のエル・イシャダーンシスは、エル・パードネスへ、アジアへ進出したものは、エルリンクスへ、さらに、北米大陸に到達したものはボブキャットへと進化した。エルリンクスは、時代が下り更新予になってから、ヨーロッパへ進出し、エル・パードネスと競合するようになり、 また、北米大陸にわたって、エルカナデンシスとなった。しかしこれは、分子情報に基づいて推定された、系統関係とは合致しない。リンクス属の共通祖先から、まず先進予の320万年前に、ボブキャットが分かれ、後進予になって160万年前に、エルカナデンシスが分かれ、120万年前に、エルリンクスとエルパードネスが分岐したと推定されている。 また他族との系統関係から、リンクス族の共通祖先は、北米大陸にいたと考えられる。日本列島では、秋吉代のホラー穴で、旧石器時代の化石骨が発見されているほか、縄文時代を通して、北海道、本州、四国、九州の各島の遺跡で断片的であるが化石が発掘されている。大山猫は、 ユーラシア大陸におけるマンモス動物群の一、要素として最終表記の最盛期にヘラジカやトナカイなどと共におそらく北海道経由で日本列島にト来したと考えられる。縄文時代の遺物の中には剣士の死根部への先行したものがあり、死で飾りに使われたと考えられている。つまり縄文人の狩猟を対象動物として、 食用にするのみならず勇敢さと狩猟技量の高いことなどを誇示する最良の動物であったと考えられる。その後、数千年前まで生息していた日本列島において絶滅した原因は不明である。大山猫、リンクスリンクスの名は光を意味するギリシャ語に由来し、焦土の単位ルクスルクスとも同根である。これは、 大山猫の目がかすかな光でもよく見えることに由来するが、古代ローマでは観察眼の鋭さを、大山猫の目と表現し、英語では、リンクサイド、大山猫の目をしたという表現で、目の鋭いことを表す。古代から中世にかけて、どんなものでも見透かしてしまう超越的な視線の持ち主と考えられた、ボイオティアの大戦猫の名が、しばしば比喩として惹かれた。 中世キリスト教では、名瓶や明智を表すものとして、貴族の紋章に、大山猫を用いたものがある。17世紀に設けられた、西洋星座の山猫座も、明るい星のない星域に、この星座を見るためには誰もが、山猫のような目を必要とするからという理由から、大山猫がイメージされている。また、1993年公開の映画山猫は、 眠らないはスナイパーである主人公を大山猫に例えたものである。ありがとうございます。